久しぶりのこの画角です、ね、このレンズに映ってない場所で体が触れ合ってます、はい、ここねここちょっと触れ合ってます触れ合ってゲストいますから、うん、ご飯青年期ね、まあ青年期、うん、ビーデルと出会ったけど、そうそう今日ビーデルもいますからね、そうビーデルもいますよそうそうちょっと不機嫌ですけど関根さんのせいだよ俺のせいか俺が変なことばっかり言うから変なことばっかり言うから、はい、じゃあ早速見ますか、はい、はい、じゃあお願いします、お願いします、ちんこ田中です、はい、はい、もうそのチャンネルだからどうでもいいって思ってるでしょ走ってくるときにもう血が出てましたもん、血が出てました、マイペロさんマイペロさんそうなんですよね、そうそう、さやさんの時は同体なんですけど、はい、その前にね、はい、実はもうチームマイプロで、チームマイプロですから、そうなんですよ、僕が普段飲んでるドリンクを、はい、まあ、さやさんと一緒に作っていこうという、はい、はいはい、お願いします、はい、お願いします、見てください、こんな使い込んでますから、めちゃくちゃ使い込んでますから、うん、そうで、中にこれ開けたら入ってるんで出してないですよ出してない、出してないでこれ HMB、HMB に2ベースこれカルニチン、あ、カルニチンで、最初にプレ EAA10g と、はい、シトルリン 6g とベータアラニンが 5g ぐらいと、はい、あとはカーボパウダーを20、入れます、はい、が入ってますか、入ってます、トレーニング前に栄養をつけて、栄養つけて、そうそうそう、すごいね、こうやって計算してるんですね、毎回、はい、EAA、うん、おいしい、トレーニング中は EAA が22、はい、レキストリンが20、うん、あとは小分けになっている電解質のパウダーを入れてます、これでトレーニングをしていく形です、はい、旅行とかで時便利ですよ、すごい、うんうん、これピルケースっていうんですか、はいはいはい、薬入れるやつ、まあ、ピルは飲んでないです絶対今井上さんがマジでうわいやいや、そんなんか目あったけどねそうそうまあいいんですよ、そんなこと前回、さやさんの方で2投やったと思うんで、うん、今回もスルフルで3投、はい、やっていこうと思いますね、はい、で、僕の方で、はい、1投はい、まずい、負けるぞ、マジマジはい、後編です、はい、もう後編とは思えない量の汗の書き方ですけど、そうさっきね豪傑さんやめてください下腕ですやめてくださいでも人のチャンネルになる瞬間しかも、なんで下腕で曲げるんですか普通こうでしょなんで曲げるんですか人のチャンネルなんで人のチャンネルすごいですねとりあえずプレスダウンやりますはいプレスダウンもうプレスダウンこそなんかあれじゃないですかもうドロップしとけみたいなもんじゃないですかなるほど、うんそういうものだと思ったんです。一回アップで。一回やっていきましょう。はい、何に見えます？チンポ。してくださいよ。何さっきチンポって今そのチンポ言うんですか。全然飲んでるし。すごいわボギルド。何ですかこれはチンコですいやドロップですかドロップいきなりドロップね、はいはい、すんごいこれすんごいわやつやつ
違いました。かかった50回です。もうどうしようと思っちゃって。うわ、1セットで。あ、ほんとだ。すんごい。す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 ごい。それを活かしてドロップをします。なるほど、めっちゃ重い。ここにケツを当てて、すごい効いちゃってる。これ
はい。何これ、いい返事。悪いなこれ、頭が悪すぎる。さやさん、頭悪すぎる。これにドロップをするっていう発想が、そういうことです。バカすぎます。全然ダメだ。これ最初にやるべきですね。最初にやるべきです。これ海鮮丼にカレーかけたみたいな。海鮮丼だったのに焼肉定食。生の良さが全部消えてる。
共同作業です。お願いします。やりましょう。狂ってるやってましたけど。すげえすげえ。こっからもっとありますよ。すごい。お願いします。あっ、ドン。もらいましょう。はい、ピチューラクスみたいになってる。待った。これさらにいいですか。任せます。あ、結構待ってます。ワンモア。はい、OK、 もらえる。お願いします。ワンモア。何回いきます。10以上。10は出る。ネガティブ。はい、ゼロ。はい、ゼロ。ゼロ。おでこへこんじゃう。そうやさ、おでこへこんじゃう俺。よし、ラスト。はい、お疲
するんですよね。耐えます。はい、行きます。はい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 。あ、ありがとうございます。いや、上がんないんですけど、耐えられます。はい。はい。はいはいワンモンはいもう一回もう一回もう一回はいいやマジ上がんないっすやっぱバー一本でも上がんなくなるぐらいのね、まあ、お手本のようなオーラです。いや最高っす。タイヤマンさんとやんないとなかなかこういう刺激出れなかったんでちょっとかなり筋肉もびっくりしてますけど、何が一番びっくりしてるって、井上さんです。今、このレンズにつきませんけど、井上さんの朝の腕が心配です。大丈夫、大丈夫。でも俺も本当にいい経験だったんですよ。はい。なかなかこんだけ追い込めることないんで、確かに。またぜひ、トレーニングでは、あと、お家でお食事もお願いします。ぜひぜひ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。計4時間ちょっとです。佐山さんのカメラマンさんもすみませんでした。ありがとうございます。時間ぐらいかかりますか？はい、でも井上さんに関しては帰ります。帰ります。はい、お仕事で。はい、すみません。レックさん、良かったですね。最高っす。最高。何が言ってます？めっちゃ綺麗です。綺麗。そしてお客さんのマナーが最高です。最高です。レックスさんは YouTube やったりとか定期的にキャンペーンもやってるんで、SNS とかフォローしていただければ随時情報は見ると思うので、すみません。ありがとうございます。いい趣味なんで。じゃあ最高ですね。来てください。はい、僕らもまたぜひ。はい、行きましょう。今度は足ですか？井上さんドッキリで、はい、井上さんだけ足やね。それを今ここで言ったら確かに。俺のチャンネルじゃなかった。そうそう、しかも井上さんが編集するんですからね。そうだ。じゃあ本当長時間ありがとうございます。またぜひコラボよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。はい、バイバーイ。シンコイの上でいきます。シンコイよ、シンコイ。井上さんの前に住んだらメガネしてください。なんでラガンなんですか？ジョーさんが、ジョーさん。ありがとうございます。またお願いします。まさか先に井上さん帰る。そう、申し訳ない。俺途中多分1時間半ぐらい経ったぐらいから来たんですけど、俺が有酸素もやって終わってやっと終わったんですよ。そう、本当に。めちゃめちゃ長い。お邪魔しました。また お願いします。お願いします。じゃあ皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。バイバーイ。